どうも皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。今日はラズベリーパイの新しい OS が発表されたので試してみたんですけど、何よりもゲームがまず増えていたので、これをご紹介したいと思います。まずメニューの下にこのゲーム、この辺がね、追加されてます。それでは一つ目、ピンポンゲームというか、まあ、ボールをね、反射させるっていうゲームをね、やっていきます。で、このゲーム、ちょっとやってみたんですけど、やっぱりね、この二人プレイができるっていうのが一番大きい部分で、この一人でやるとね、やっぱりあんまりこの10分ぐらいしか遊べないんですけど、なかなかこのインタラクティブなゲームがラズベリーパイに入ってきたっていうのはなかなか熱いですね。それでは次に行きます。それでは次のゲームはバナーで、これ起動し、あ、タイトル違うな、インフィニットバナー、まあ、要はジャンプゲームですね。で、多分これはスタートして上を押せば進むのかな。お、え、どうしろと、ちょっと難しすぎ、あ、わかんない、これ操作方法わかんない。これ多分上を押せば進むんで、ちょっとタイミングを測って、多分今度こそちゃんとタイミングを測ってジャンプでこれでいきます。意外と、あ、これ死んじゃうよね。あ、できる。あ、なかなか面白いですね、これ。これはいいですよ。あー、難しすぎるんじゃないの、これ。だから、もうちょっと修行してからこのゲームはやりたいと思います。多分やり込むと面白くなってくるような気がします。次は、キャヴェン。キャヴェンじゃないですね。キャヴァン。あー、わかんない、読み方は。読み方はわかりませんが、こんな感じのゲーム画面です。どれが自分のキャラかもちょっとよくわかんないんですけど、あ、これかな？この右左と上でジャンプして下まで行くと、この落ちるタイプの、なんだろう、これ集めるのかな？アイテムを多分集めればいいのか、かな？スペースを押すとなんか出ますね。なので、これで多分敵を集めるのかな？え、でも全然わかんないけどな。これどうなったらクリアなのかもよくわからないけど。え、なんだろう、これ。まあ、とりあえず集めて、この風船を出しまくって敵を倒せばいいのかもしれない。そしてアイテムを、新しいステージだな。なんだこれ、新しいステージだけど、なんかまあ雑っていうのも失礼ですけど、ステージ構成とかね、ちょっとまあこういう感じなゲームです。まあでもこれは遊べちゃうでしょうね。30分は硬いかなと思います。では次はミリアポット、多分読み方はちょっとこれで合ってるか分かんないですけど、マイじゃないね、絶対ミリアポッドみたいな感じですかね。それではやっていきます。プレススペース、多分シューティングっぽいですね。このちょっと前後に移動できて、あ、今死んだのか。このなんか多分下にいるのも敵ですね。この自分がこのピュンピュンって撃ってる方のやつで、きっと、これ避けるの難しすぎじゃない？まあいいや、こういう感じで多分シューティングで敵を、おお、なるほど。ああ、この敵がなんか電車じゃないですけど、このちっちゃいのが来るので、こういう感じでこう名古屋打ちみたいなのも楽しめるということですね。あ、やばいな、これもそんな面白くないんですけど、ずっとやってしまう面白さがありますね。いいですね、ラズベリーパイもついになんか近代的なゲームがね、勝手にこのデフォルトで入るようになっていいですね。これはすごく、でもこんなラズベリーパイね、こんなゲーム入れちゃったら正直ダメかなとは思うんですけどね。遊んじゃうよね、こんなん絶対。まあいいや、楽しいけど、まあこのぐらいで次のゲームに行きます。あ、これ一番なんかよくできてるっていうか、一番遊びがいがありそうな感じのタイトルですね。サッカー、イージーとミディアムハードで、もちろんイージーで行きました。多分このファミコンであったような感じのサッカーですね。多分タックルとかなんかあると思うんだけど、ちょっと今矢印キーとね、スペースぐらいしか押し方がわかんないんで。でもこんなロングシュートとか決めちゃえるあたりが、まあこの、なんて言うんでしょう、やっぱりこのカジュアルゲーム系でね、攻めてますね。ラズベリーパイなかなかいいですね。こういうのを入れて選んでくる感じがね、本当にすごくいい。とまあそんな感じで、こうゲームがね、いろいろ入っているんですけど、せっかくなので新しいゲームをインストールするっていうところもね、やっていきたいと思います。少し検索してみたところ、 Doom というゲームができるので、これをやってみました。インストール方法はこの動画の最後の方にくっつけておくので、もしやってみたいという方はそれを参考にしてみてください。ということで、起動してみるとこんな感じです。非常に普通のゲームですね。なかなかナイス。このゲームは結構昔からある、銃でね、こうバンバンこう敵を倒していくっていう感じのゲームなんですけど、かなりまあバイオレンス要素が強いので、ちょっとお子様向けではないと思います。そして動作の方は何にも問題なく普通に遊べます。初めてね、インストールしてみたんですけど、なかなかいいですね。ということでいかがだったでしょうか。ラズベリーパイもね、こんな感じで、まあ、ゲームが最初からデフォルトである程度入ってきているようになって、なかなかいいセレクションをしてくるなというふうに感じました。まあ、もちろんね、この辺はまあかなり好みの部分が多いので、そんなに嬉しくない方とかもいらっしゃる
ゃるかもしれないんですけど、遊び心のあるゲームが入っているのはなかなかいいかなと思いました。ということで、それではまた今度。それではここからは Doom のインストール方法をやっていきます。スクリプトを一つ作ったので、基本的にこのコマンド、バッシュから始まるコマンドですね、これを実行するだけで基本的にインストールは全部完了します。だいたい5分から10分ぐらい時間がかかると思います。というのもソースコードをダウンロードしてビルドするという仕組みになっていたので、このビルドに結構時間がかかります。それでは一応スクリプトの内容を解説していきます。まずはこの最初の3行目から、これは apt-get コマンドでゲームをビルドするのに必要となるライブラリをまずインストールしています。参照したサイトではもともとちょっとね古いバージョンを使っていたので、新しいライブラリのバージョンに変更しました。次はこの4行目なんですけど、この wget コマンドっていう、まあ、インターネットからファイルをダウンロードするコマンドがあるんですけど、開発元のサイトからソースコードをダウンロードしています。この現在のバージョンは 3.0.0 っていうバージョンなんですけど、もしかしたらねバージョンが新しくなるとここが変わってくるので、もし動かない場合はコメントか何かで教えていただけるとここを更新しておきます。この行はダウンロードしたファイルが圧縮されたファイルなので、これを回答する処理をしています。で、回答するとこのフォルダができるので、この行ではそのフォルダに移動しています。そしてここではゲームに必要なファイルのダウンロードを行って、そのすぐ下の行でこのファイルの回答を行っています。そしてこのコンフィギュア、このコマンドはゲームが実際にビルドされる際にこの必要なライブラリーがあるかとか、要はどういう風にビルドするかっていう設定ファイルを作ってるんですけど、まあどちらかというとこの必要なライブラリが揃ってるかっていう確認要素が強いような気がします。そしてその後の make と sudo make install のコマンドでビルドを実際に行って、それをインストールするという作業になります。それでは実際に実行してみるとこんな感じになります。最初にねアップデートが走るので、ちょっと時間がかかった後にさらにダウンロードとかこうガンガン進んでいって、それほどこう十分に注意して作ったわけではないので、こんな感じでこう何回か実行するとね、ファイル上書きしますかみたいなの聞かれるかもしれないんですけど、全部 Y でお願いします。そしてもし sudo のパスワード入力が必要な場合は、多分ここでねパスワードみたいなのを聞かれるかなと思います。インストールが終わった後はこのチョコレートドゥームセットアップというコマンドが用意されていて、これでコントローラーの設定とか、この画面全画面にするとか、ちょっとちっちゃい画面でするとか、そういった設定ができるようになっています。基本的にこのディスプレイが画面、サウンドが音、キーボードがこの操作系ですね。プレイステーションのコントローラーもつなげて使えるようなんですけど、これができればね本当にいいんですけど、そこまではちょっと試していません。では最後に起動方法なんですけど、このゲームの下にこのチョコレートドゥームっていうのは用意されてるんですけど、これを叩いても実は起動しません。なぜかというと、これの起動には IWAD ファイルという、まあ、ゲームの設定ファイルみたいなものが必要なんですけど、そのファイルは途中のスクリプトでダウンロードしたので、それを指定する必要があります。まずはこのチョコレートドゥームのフォルダに移動して、そのフォルダの中で、もちろんフルパスを指定してあげればこのフォルダに移動する必要はないんですけど、一応このチョコレートドゥーム -iwad そしてファイル名を指定すると起動することができます。多分スクリプトでダウンロードするとこの全部大文字で doom1.wad というファイルになってると思います。でこれでエンターを押すと、このような感じで起動することができました。もし Linux で動くゲームで、これラズベリーパイで動かしてみたいとか、そういうのがありましたら教えていただけると、できるかどうかはね、まあ、別としてやってみたいと思うので、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、それではまた今度。